ロバート・ド・キャステラは、オーストラリアの男子マラソン選手であり、全盛期の走りより、重戦車の別名を持つ。オリンピックには4回出場し、うち10位以内に3度入るなど安定性は、抜群だった。1981年福岡国際マラソンで、優勝するまではほとんど無名であったが、この大会で、デレック・クレートンの持っていた、 世界最高記録を12年ぶりに更新する2時8分18秒で優勝したことで世界のトップマラソン選手の仲間入りをした。ただし優勝当時はアルベルト・サラザールが直前のニューヨークシティマラソンで出した記録の方が世界最高記録とされキャステラの記録は2位となっていた。1984年12月になってサラザールの出たレースの距離不足が判明したが その時には、イギリスのスティーブ・ジョーンズが、キャステラを上回る記録を樹立しており、一度も現役の世界記録保持者として扱われることのなかった、不運な選手でもある。この後1983年開催の、第1回世界陸上ヘルシンキ大会を含めて4、連勝し、ロサンゼルスオリンピックでは、セコトシヒコと共に、金メダル候補の左右翼と言われたが共に実力を、 出し切れずメダルを獲得することができなかった。1986年にボストンマラソンで出した自己ベストは四半世紀以上経った現在でもオセアニア記録である。ありがとうございます。